マーカーを使ってオープニングを描くというテーマになっております。以前アメリカのポートランドで、初めてと言ってもいいぐらいの個展をやった時に、ブラックマーカーというタイトルでマーカーを使って水彩紙の全紙サイズでとにかく線を引くという作業をした時に、意外と面白かったなあれみたいなのがありまして、だからまあもうマーカーで線を引くっていうのが今回のテーマで、その中で何が描けるかっていうところをちょっと詰めてみました。見どころはもう線の量ですかね。なんかこうマーカーの線っていうのは結局フラットで、ただ無自覚で無意識に引いてしまうと全部こう割とだらしない線になってしまって、入りも抜きもないみたいな、そういうその線に表情がないんですけれども、そこがまあそこをコントロールするっていうのが結構自分にとっては面白いチャレンジで、線の表情であるとか そこに生まれるキャラクターであるとかで、まあキャラクターのキャラクターを見て見てくれた人がそれぞれそのストーリーなり、背景を想像してもらえたりすると楽しいかなと。まあ漫画を読むような感じで一枚の絵を追っかけてもらうと言ってる意味がわかるのかもしれないですね。まあさっきとちょっと重なりますけど、漫画を読むような感じで絵を見るっていうのが最近自分の中でこう割と腑に落ちる説明になってきたなと思っていて、その中にいるキャラクターもそうですけど、線自体にちょっとキャラクターがあるようなものを今目指しています。でその線がどういうふうにこう変化していくのか、そこを追っかけていくと、追っかけていくっていうことはつまりそこに時間軸が生まれていくので、その一枚の大きい絵の中を目線で移動するうちに時間軸が生まれてストーリーが生まれるんじゃないかなっていう気はちょっとしてるんですけども、まあそれが成功してるかしてないかはともかく、そういうものを念頭に置いて描いてますよっていうことを思いつつ見ていただくとちょっとまあ面白いのかなっていう気はします。まあ大きい絵を見るときの面白さっていうのは意外とそういうことなのかなと思いますし、ディティールを楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。